イギリスはね、ヘンリー8世、これ、チョーダー王朝の王様ですけど、この人ね、もともとはね、ガチガチのカトリックでね、ルターがね、宗教改革を始めたときに、ルターは何を言っとるんだってね、ルターを批判する本を書いたんですよ。ところがね、キャサリンという、これスペインから来た女性で、あ、この青カトリックです。でね、娘いるんですけど、男の子生まれなかったので、いや、男の子欲しいなということでですね、でももうキャサリンも年取ってきたし、若い女性と再婚しようと思ったんですけど、これカトリックというのはね、離婚できないんです。そこでね、どうしたかというと、離婚はできないのであれば、前の結婚をなかったことにしたらいいと。つまり、キャサリンとの結婚には、瑕疵、欠陥があったから、ね、手続きに。だからですね、キャサリンとの結婚はなかったことにするということにして、ね、アンと結婚したとしたんです。そしたらね、ローマ法がね、そんなもん認められへんわ、と言ってですね、認めてくれなかったので、それやったら、もうローマ法で縁切りますわ、って。自分で、自分の結婚を取り消すことにしようと。いうことで、自分で教会作りはった。これがイギリス国教会と言います。で、ここに生まれたのが女の子、エリザベスです。これもあかんわ、ということで、アンとの結婚も間違いや、ということにして、ジェーンという女性と結婚します。そしたら男の子が生まれたんですね。で、ヘンリー8世亡くなって、まず男の子からということで、この子がイギリス王になるんですけど、苦労してね、なんせお父さんがそんなことしたからね、もう国内の宗教がプロテスタントとカトリックでぐちゃぐちゃになっててね、もう大変苦労して15歳でね、亡くなってしまいます。で、次にキャサリンの娘、ここからここへ行く時にね、この人に行こうとすると、これカトリックになるでしょ？困ったなということで、なんとかということでね、この人をね、担ぎ出した人がいるんです。この人、プロテスタントなのでね、ジェーン・グレイというね、若い女性を担ぎ出したんです。ところが、戦いに敗れてね、このジェーン・グレイは処刑されてしまうんですけど、これ怖い絵で有名なね、処刑されるレディ・ジェーンという絵です。で、これね、レディ・ジェーンっていうのはね、この人が9日間だけでも女王になったということを認める人はクイーン・ジェーンって言うんです。で、なも、王位についてないんやという人はレディ・ジェーンって言うんだそうです。で、あんたな、信仰を変えたら許したるでって言われたんです。何を。私は考え方は変えません。で、処刑されるんですね。この頃死刑はね、斧で首を切り落とすんです。そういう処刑だったんです。で、メアリー1世です。この人はですね、カトリックでもうプロテスタント大嫌いでですね、プロテスタントの貴族をですね、もう殺しまくったので、ブラディ・メアリーと、血まみれ・メアリーというふうに言われています。この人もね、病気で亡くなって、妹のエリザベス呼んでね、カトリックで行ってねって頼んだんだけど、エリザベスは、いいえ、プロテスタントで行きますということになったんですけど、この人はですね、一生結婚しませんでした。愛人いたんですよ。でも結婚はしませんでした。そうでですね、お子さんがいないので次どうしようかということなんですけど、実はね、エリザベスにはね、悩みがあってね、それはね、このお母さんがね、正規の結婚しとんかと。ヨーロッパ社会はね、お母さんが正規の王妃でないと、子供は王位につけないというルールがあるんです。日本はね、母親の地位あまり問題にしないんですけどね、ヨーロッパはね、母親の地位がすごく大事で、正規の王妃でないとダメなんです。だからこれ、ヘンリー8世がね、このアンとかジェーンをね、王妃にしようとして、王妃じゃない人が子供のところ、庶子って言うんですけど、庶子ではね、ヘンリー8世にも子供いるんですよ。王妃でない女性が産んだね。その人たちはね、庶子と言ってね、絶対に王位につけないんです。だから、王妃にしようとして、
このローマ法王とね、喧嘩になったりしたわけですよね。でね、これが王妃なのかというね、問題があるんです。この人が王妃でないとすると、なんでエリザベスが王位についてるんだと。ここがね、エリザベスのね、すごいこれ悩みのところでね。でね、実はここにメアリーという人がいます。この人は、ヘンリーの兄弟とスコットランド大だに生まれた子供でね、この女性はね、完全に王位を、の資格を満たしてるんです。で、この人がさ、スコットランド女王だったのに、部下たちとトラブってね、ね、イギリスに逃げてきとってね、でさ、イギリスのさ、カトリックの連中が、この人をね、担いでね、エリザベスを倒そうとするんだよね。まあ、そういうことがあってね、もう最終的にはエリザベスはこのメアリーを処刑してしまうんですけど、王をね、処刑するのはね、大変なことなんです。王というのは神の子ですからね、神の子供をね、処刑すると。なんて恐ろしいということでね、エリザベスも苦労してるんですよ。まあ、だけど、まあ、一生ね、結婚しないバージニアクイーンとして一生を終えたので、子供いないので、どうしましょうかということで、このメアリーがスコットランドに残していた子供をイギリス王として迎えることになったんです。さて、こうして、エリザベス女王のライバルのスコットランド女王メアリー・スチュワートの子供がジェームズ1世として、スコットランドとイングランドの王様を両方兼ねることになった。あ、そういうことがあって、後にね、イングランドとスコットランドは合併してイギリスになるんですけど、でもこの人たちね、スコットランドから来ましたからね、王権侵入説、王様が政治をしたらいいんやという考え方を持ってました。イギリスってね、それまで議会なんかが発達してきているでしょ。だからなかなかね、トラブルが多くて。で、1649年、政教と革命が起きてね、チャールズ1世は処刑されてしまうのかな。だけどね、大混乱に陥ってね、やっぱりね、王様いた方がいいわということになって、それで、チャールズ2世をですね、チャールズ1世の子供ですね、帰ってきてもらって王様になってもらいました。で、この人は子供いるんですけど、庶子、王妃以外の女性が産んだ子供しかいないので、この人の子供は王位を継げません。そこで弟のジェームズの2世の方に行った。ところがね、この人ね、35歳でね、プロテスタントからカトリックに変わるんです。ほいでね、イギリスってね、カトリックをすごく警戒する。というのはフランスがカトリックなのでね、カトリックになるとフランスと組むんちゃうかということでね、イギリスのプロテスタントの人たちは非常にカトリックを嫌ってたんですね。ところがこれカトリックになってしまったのでね、でトラブルが多くてね、議会と。で、最初のこれが王妃様です。で、ここに女の子が2人生まれています。で、ここに行けばプロテスタントの女王が生まれるんですけど、ジェームズ2世、アンが亡くなって、メアリーという人と再婚したんです。この人カトリックなんです。そうすると、お父さんカトリック、お母さんカトリック、そしてそこに子供が生まれたんです。そうすると、王位継承順位はね、男優先ですからね、王妃ですよね。どっちでも嫡子です。で、男と女なので、こっち行くんです。そうすると、これカトリックの王様が続くことになりますよね。これはいかんということになってね、1688年に名誉革命が起きて、で、もう王様出て行ってくださいと。王様追放してですね、で、そこで、このメアリー2世とウィリアム3世の共同統治ということにしました。で、ここにはお子さん生まれなかったので、アンが女王になります。この人はね、子供たくさん生まれるんですけどね、育たなかったんですね。それでね、1701年、これ、このままだと、ジェームズですね、この人が帰ってきて王様になってしまうということで、議会は
法律作って、王位継承法というのを作ってね、ソフィア、この女性、これドイツに嫁に行ってるんですね。ハノーバー公の嫁に、王妃になって、公妃か、になってるんですが、この人を王位継承者に決めるんです。議会が決めたんです。この人にするって。で、この人亡くなった後、その子供の方に行きます。で、ジョージ1世、ジョージ2世、ジョージ3世。で、この人はハノーバー公爵でイギリス王という、2つの地位を持って、1世、2世、3世で行くんですけど。で、ところがね、ジョージ4世の時ね、お子さんがね、これ嫡子がなくなってしまうんですね。で、子祝いどうするかなんですけど、ここにルール書いておきましたが、王位継承順位は嫡子である、つまり王妃が産んだ子供であること。王妃以外の女性が産んだ子供は男でも女でもそれはダメだと。これが一番のルールです。で、嫡子の中では男の子が優先である。で、次に男の子が2人いたときは、年上の方から選ぶと。で、ここいなくなったんで。で、嫡子がいないときは弟へ行くのかな？ここいなくなったんで、弟へ行きます。この人もいなくなりました。で、続いて、ウィリアム4世。その次の弟へ行きます。で、この人もね、庶子、王妃以外が産んだ子供いるんですけど、嫡子いないので、弟へ行きます。で、この弟の嫡子で女の子がいるんです。これがビクトリア、後のビクトリア女王ですね。で、この人のところへ行きます。でね、ビクトリアって名前はね、王様になるとは予測されてなかった名前なんです。これ見たらあると思いますけど、イギリスの王様ってのはね、メアリーとかね、アンとかね、エリザベスとかね、そういうのが王様になる名前なんです。ビクトリアというのはね、この子は王様にならんやろうという名前なんです。まあ、だけどね、ルールに従っていくと、この人になったので、ビクトリアさんに女王になってもらいましょうと。で、この人は長いことね、女王しましてね、1901年までイギリスを何十年間も統治したかな。ただね、この人がね、女王になるときね、イギリス王は、ハノーバー公爵でもあるんですけど、ハノーバー公爵の地位は継ぐことができませんでした。これね、フランク王国から分かれたドイツとフランスはね、女王を認めないんです。それで、ビクトリアが、イギリス王は継承できるけど、ハノーバー、これドイツの公爵なので、これは相続できませんということで、ビクトリアはハノーバー公爵の方は放棄しました。イギリスのね、皇位継承も面白いでしょ。ヨーロッパもね、それぞれの国にね、皇位継承、王位継承のね、ルールがあるんです。まあ、特に日本から見て、ヨーロッパのルールは、女性は男でも女でもあんまり気にしないんだけど、嫡子か庶子か、王妃が産んだかどうか、ここは、かなり重要なんです。でね、イギリスなんですけどね、これは男と女の場合は、先女の子が生まれて、後から男の子が生まれても、年齢に関わりなく男の子からということだったんですけど、これは2011年にルールを廃止して、生まれた子供の年上から、王妃が産んだ一番最初に生まれた子供が第一順位。男でも女でもと。で、2番目に生まれた子が第2順位というふうにルールが変わりました。オランダもね、1987年にこの男と女で男優先というのを廃止して、生まれた順番、嫡子で年上からということで、ルールをはっきりさせています。